始まりました、ゆりやりくんワールド。ゆりやとくーちゃんでゆりやりくです。ご覧の通り、美女と一之助くんのコンビです。いらーい今日も張り切ってツッコミありがとうございます。くーちゃんでしたね。はい、いやプキフェスではですね、一之宮さんとね同じ日に出演させていただいて、私が1部で一之宮さんが2部だったんでね、ちょっと拝見しましたけど、一之助くんの舞台でちょっと感動してうるうるしてしまいました。はいね、あれ可愛かったね、くーちゃんね。あ、頑張っていきましょう。さあ、では今日の企画です。はい、くーちゃん、美味しい企画です。今日はダイソーでですね、このチップスメーカーを買ってまいりました。はい、これはですね、じゃがいもとかをこうスライスしてここに並べてレンジでチンするだけでパリパリのチップスができるということなんで、今日はくーちゃんと一緒に作って食べたいと思います。はい、さあ、じゃあ今日はね、くーちゃん、さつまいも用意しましたね。くーちゃんね、さつまいもあんまりね、生だと食べることがあんまりくーちゃんも少ないので、このチップにしたことによってね、いっぱい食べてもらえたらいいなーなんて思って用意しましたよ、くーちゃんね。早速いきましょう。はい、じゃだん、はい、これで、ちょっと待って、くーちゃん、こんな感じですね。こういう並べていくんですね。はい、でまずね、お芋を切りまして、はい、1.5 から2ミリ。ちょっと危ないからそこ行ってくださいね。いきます。いいよ、そこ行って。 1.5 から2ミリ、結構薄いかな、うん、よいしょ。ちょっと危ないです、お座りください、お座りください。ちょっと待ってて、任して、大丈夫だ、心配しなくていいね、心配し、そんなに心配しなくてもね、大丈夫だから。この包丁の切り方でいかに料理してないかってバレんだろうな、ちょっと見てる人いるからね、それはわかるでしょうね。よいしょ、こんな感じ、こんな感じかな。はい、危ないので包丁いきます。これぐらい、じゃあ、あの、食べ物無駄にしないでください、本当にね。え、ふよちゃん、はい、食べるなら食べて。美味しい。あ、そう、まあね、生でも美味しいお芋をチップにすることによってより美味しくなるでしょう。はい、いただきます。よかった、うん、美味しい。よいしょ。はい、ではくーちゃんの味見も完了しましたね。美味しいお芋だということが分かったところで、はい、これをですね、このキッチンペーパーで水分を取りますというか、まあそんなにね、さつまいもなんでそんなにね水分ないですね。これじゃがいもとかだったらもうちょっとね水分あるんでしょうけど、一応マニュアル通りやってきます。あ、でも結構水分ある。はい、で、これで一応ね、グラム数を測ってってことなんですが、まあなんとなくでね、今回はちょっとそんなにありませんが、もうちょっといった方がいいかな。はい、こんな感じでね並べていくわけですよ。はい、こんな感じでいきましょう。ちょっと本当はね、もっとバーッと並べる方がいいんだろうです、いいと思うんですけど、ちょっと時間がかかってしまうんでね、あんまりたくさんだと。160g で4分、700W で加熱してみたいと思います。じゃあ、くじいきましょう。はい、では今電子レンジから出してきました。見てみましょう。じゃじゃーん。あ、ちょっと待ちください、熱いかもしれませんよ。お、あ、カリッカリになってます。ただすごい熱いですよ、くーちゃん、ちょっと待ちください。あ、すごい。あ、ちょっとやっぱね、
厚めにちょっと切っちゃったのがまだしなしなな感じ。それでこの薄くなってるとカリカリです。これ熱っ、ちょっと熱いよ、気をつけて。熱っ、なんか椎茸、椎茸、干し椎茸みたいになってる。ちょっと待ってね、ちょっと熱い、熱いです。ちょっと待ってください。どうぞ。お、チップみたいな音がする。できてますね。おいしい。あ、ポリポリ言ってる。はい、チップス大成功。てかそういう商品ですからね。匂いはね、本当になんか、なんていうの、お芋チンした普通に感じ、普通のね、うん、ふかしいもんみたいな匂いがしますね。美味しかったでしょ。よかった、よかったこれはよかったんじゃない。ちょっと私もいただいてみようかな。ちょっとふーちゃんはね、感想が言えませんのでね、私が感想を。うん、うん、すごい硬い。うん、やっぱりね、うん、お芋のもう何も味付けもしてないんでね、お芋のそのままの素材の味が、うん、ギュッと詰まってる感じで、うん、美味しいです。うん、これじゃがいもやりたいね、くーちゃんね。うん、美味しい。うん、あ、くーちゃんも相当気に入った ご様子です。うん、ちょっと柔らかいとこもあるでしょう、ちょっと厚く切っちゃったところね。で、私今日包丁でやりましたけどね、こうスライサーでこうサッサッサッってやってね、やるといいかもしれないですね、均等な厚さで。うん、でもちゃんとチップになってますね。美味しくできました。ダイソーさんありがとうございます。それでは占い行ってみましょう。はい、これお願いします。はい、お、今日は一個です。はい、本日はおうし座の皆さん、いいことありますよ。はい、というわけでまたお会いいたしましょう。さよなら。おいしいね。